日も気合い入れていくか。おい、聞いたか。ああ、でも本当なのか。本当本当。俺さっき見に行ってきたら本当だったよ。じゃあやっぱり。おい、あら、何かあったの？さあ、ひかりちゃん、どうしたんだ、そんなに慌てて。めぐみちゃん、え？この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ああ、間違いないわ。白泉館高校スペシャル A クラスは昨日をもって廃止とした。そんな！母さん、理由は成績が落ちた覚えはない。留任、父兄の一部から苦情が来てね。昼間から授業にも出ずにお茶三昧。登下校は自由奔放、遅刻も早退も全く関係なし。先生の顔も覚えてない上に他の生徒との交流もない。その上学校に動物を連れ込んでいるような輩までいる。それは同じ学校にいながらそんな自由が許されると思っているのか。でもそれは理事長が許可したからじゃ。さあな。私は立場上そもそも SA には反対だったということにしてある。ああ、責任逃れ来たねー。万事とにかく SA は解散する。わかった。ひかり、簡単だろ。私たちが成績がいいだけじゃなくて、遅刻も早退もせず普通に授業を受けるような生徒になればいいんだろ。そうすれば文句を言ってた連中だって SA に戻してもいいって言ってくれるって。まあね。そうと決まれば即実行だ。ちょっと光、お茶の時間が。さあ行くぞ。何？今の話本当ですか？一部の父兄から抗議があったのは本当よ。ごく一部だけどね。なんか圧倒されるね。っていうか超違和感。ああ、机と椅子だ、懐かしいな。うん、女の人に近づかないようにしないと。平気だぞ、普通に話せばいいやつばかりだな。
なんか落ち着かない。荷物もどこに置けばいいのかわからないし。カバンは机の横にかけておけばいいだろ。教科書はこっち。でもあれは、だからダメだって言ってるだろう。そうだぞ、真面目にやらないと SA に戻れなくなるぞ。おお、リュウ、分かってくれるから。それはなんだ。いやー、こいつ寂しがり屋さんでさ。何やってる、正しい。おお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 どうも。お、ご協力感謝します。この程度のことでバラバラになる連中じゃないわよ。しかし所詮 K 様の足元にも及ばない存在、あなたもご存知でしょ。 SA がなくなれば彼らがこの後どうなっていくか。冷たいのね、ナイフのよう。褒め言葉として受け取っておきます。うん、こんなティータイム嫌。おばちゃん、お茶くれ。おばちゃん、でも意外とこういうのも楽しいもんだな。そう思うか。 SA がなくなるって言われてどうなるかって思ったけど、いつもと制服が違うぐらいだし、音質がないだけでこのお茶だって悪くないぞ。全然違う。うん、俺はそうは思えない。リュウ、 SA っていうのは音質だとか優雅だとかそういうことだけじゃないと思うんだ。なんていうか、俺たちを見守ってバラバラにならないようにつなぎ止めてくれる、そう、大きな家みたいな。家？ああ、俺はあの音質に入るたびに思ってた。自分の家より家に帰ってきた気がするってな。そうか。でも私はこの7人がいればそこが家になる、そう思うけどな。そう思うんだけど、滝島はどうだ。光らしいですね。お、そっか。だといいんだがな、リュウニ。え、なんだろう、こんな時間に。両親が？うん、なんか急な用事があるからすぐ戻ってこいって。なんだって急に。お、もう次の授業か。ほらみんな急ぐぞ。ちょっと光。なあ K、お前はどう思う？龍、考えすぎはいけませんよ。ああ、分かってるけど。いや、なんか肩こるな。はあ、午後のティータイムもないなんて。ん？私だ。自宅から？それではまた。やはりそういうことですか。こんなことをしても無駄ですよ。K 様のためです。どんなに憎まれようと私は構いません。それが K 様のためなら。葵。ご決断を。それが私が K 様に言える精一杯のことです。俺たちを見守ってバラバラにならないようにつなぎ止めてくれる、そう、大きな家みたいな。いえ、別に。もうこんな時間か。滝島も早く来いよ。光。ち
ちゃんとした説明をしてください。退学ってどういうことですか。私に聞かれても困るよ。校長の話では山本純、めぐみ、それと東堂明から退学届が提出されたということで。嘘、そんなわけないだろ。光莉、電話は。昨日からどっちにも繋がらない。龍は純とめぐみのところに行ってくれ。私は明の家に行ってみる。ああ、わかった。何が起きているか分かっていますよね。あなたの仲間がどれだけちっぽけなものか。これで仲間を悪く言うな。どちら様ですか。アキラさんの友達で花園光って言います。アキラさんに会わせてください。お引き取りください。ちょっと、ただし龍が純とめぐみの居場所が分かったって。もう海外にいるって。海外？乗れよ。でもアキラが。いいから。ただじゃ引っ込まねえよ。じゃあ退学届は。うん、僕たちに黙って父さんが勝手に出しちゃったみたいで。よかった。じゃあその気はないんだな。うん、そうなんだけど。 SA じゃないとダメ。どうして。光ちゃんごめん、見張りの人が来たから。あ、光、めぐみは小さい頃から学校で嫌な目に遭ってきたんだ。でもだからめぐみの両親は二人をSA という制度がある白泉館高校に入れることにしたんだ。俺だってそうだ。 SA があったから入学を許してもらえた。滝島グループや東堂家とつながりを持てるという理由でな。ま、俺たちはそんな大人の思惑なんか全然気にしちゃいなかったけどな。それで大きな家みたいだって。ああ、本来集まることのない人をつなぐ絆、7人にとって何よりも安らげる家、それが SA。 いつか卒業してしまうとしてもな。じゃあアキラも。おそらくな。行こう、きっと閉じ込められてるんだ。そうだ、そうに違いない。いや待てよ、あいつのことだからほっといても一人で。ったく、こんな時 K は何やってるんだ。迎えに来ました。無理よ。そんなにご両親が怖いのですか。そんなわけないでしょ。じゃあ。まだ知らないのね、あなたのグループが圧力をかけていること。滝島グループが。ええ、学校を辞めろって直接パパとママに圧力があったわ。承諾したんですか。しょうがないでしょ、拒否すればうちの会社のみんなが苦しむのよ。そこまで。私はいいわ、こういう家に育っているから似たような経験したことあるし。でも光は。あの子はまっすぐで綺麗なの。自分の力で何とかできると思っているの。自分が努力すればいいんだって、自分が頑張れば何とかなるって。失敗したら、ダメだったら、全部自分の力不足だって。そう思っちゃうのよ！分かってるでしょ！ねえ、あなた光のことが好きなんでしょ？だったら、光を困らせるようなことしないで！アキラ。光を、傷つけないで。滝島様、お引き取りください。入れたとなれば、滝島グループに東堂家が潰されてしまいます。お願いします。わかりました。はっ、
アキラは大丈夫です。できもしないのに無茶はやめてください。な、ちょっと待て。お前ケイ、わかりましたってそういうことなの？お前いい加減にしろ。どこまで行くつもりだ。おろせ、いいからおろせ。もうしょうがないですね。な、どうしてこんなことになるんだ。 SA が亡くなっただけでこんなことになるなんて、みんなバラバラになるなんて。光は SA が好きですか？私が好きなのは仲間だ。光、 SA なんかなくったっていい。あの音質なんてどうでもいい。でも仲間がいなくなるのは嫌なんだ。アキラも龍もタダシも純もめぐみ、私は仲間が大好きだ。あれ変だな、なんか涙出てきた。何やってるんだ私。よし、この花を一日俺の手から守り通してください。竹島、もし明日一日守り通すことができれば光の勝ちです。その時は魔法を使いましょう。魔法？ええ、全てを元に戻す魔法を。もし私が取られたら、負けたらどうなるんだ？そうですね、その時はもらいましょうか、光のすべてを。せいぜい頑張ってください、兄さん。それと明日は SA の制服を着て登校してください。確か3時間目は体育でしたよね。わかりました、せいぜい練習しておいてください、兄さん。兄って言うな。失礼、光って名前があったんですね、兄さん。兄さん、兄って言うな。わかったぞ、お前の気持ちが、私の気持ちが。光、受け取れ。夢、短い夢。もらいましょうか、光のすべて。ダメだ、そんなの絶対に。光、
嘘だろ。飛ばすぞ。Kはロンドンに行くのを条件に SA を元に戻させたのよ。ケイ様、こちらです。最初から勝負するつもりなんてなくて。お前、転校したりしないよな。あ、葵に何を言われたのか知りませんけど、俺は卒業まで白戦艦にいますよ。よかった。ふざけるな。竹島様、その方でしたら今出発の便に搭乗済みで。そんな。おい光、おい、お前は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 、私の。タッチマー、どういうことだ。光。無事フィナーレを迎えることができました。これも一人に僕のおかげだよね。さて次週本編も最終回、絶対見逃すな。ということでみんな出ておいで。最後はみんなで一緒に、せーの、また次回。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。